皆さんこんにちは。インドはここにあるの翔子です。いつもありがとうございます。本日はなぜ私が南インド古典舞踊バラタナティアムに取り組んでいるかについてお話をしていきたいと思います。本当に今日は私の思いを伝える動画なんですけども、よかったら最後までお付き合いいただけると嬉しいです。そしてこの動画を見た後に少しでも南インド古典舞踊バラタナティアムや他のインド古典舞踊にも興味を持っていただけたら幸いです。私がインド古典舞踊バラタナティアムを学んでいる理由は大きく分けて5つございます。1つ目はインド文化を体全体で学ぶことができる点です。例えばこれは何を表していると思いますか？南インドのお寺を表してるんです。こんな形をしてるんですね。これは何でしょう？シヴァの頭の上にお団子のようなものが乗ってますよね。それを表してるんです。それをキュッと縛るシヴァ神を表します。そして皆さんの大好きな神様、そうガネーシャ神をこちらは表しています。左手にモーダック、そして右手にハスの花を持っています。このようにバラタナティアムを学ぶことでたくさんのインド文化に毎日出会うことができます。まだまだ私も学習中なのでこれからたくさん学んでいきたいと思います。二つ目は心身ともに健康になるということです。もちろん舞踊なので体を毎日動かすんですけども、体だけではなく心も豊かになります。私も実はバラタナティアムを始める際は結構仕事のストレスなどがあったんですけど、始めてからはストレス全く感じなくなりましたね。やっぱどうしてかっていうと、バラタナティアムではちょっとした動きもいろんなことに気をつけながら行わなければいけないので、本当にその動きに集中するんですよ。そうすると嫌なこととか全て忘れてしまうんですよね。例えばこういった簡単な動きであっても、どこに目を送るか、指先はどうするかなど、たくさんのことに気を配っていくんですね。集中力もアップします。3つ目は表情が豊かになる点です。バラタナティアムでは踊りのパートだけではなく感情を表す表情も表現の一部だと考えられているんです。例えば怒りを表しています。恐怖、驚きなど、さまざまな表情を表さなければいけないので、おのずと自然と表情豊かになるんですね。私もバラタンティームやってから表情豊かに話すことができるようになりました。まだまだ磨き途中ですけどね。そして4つ目は美しい衣装を着ることができる点です。バラタナティアム専門の衣装がありまして、舞台で公演を行う際はそれを着るんですね。まだまだ私は舞台に出る前の学習者なんですけども、それを美しく着ることができるようになりたいなと日々思っています。その衣装も魅力の一つだと思います。そして最後です。5つ目が一番強い理由なんですけども、忍耐力をつけることができる点です。とにかく激しい動きが多いので、毎日地道に積み重ねて体幹を鍛えたりスタミナをつけたり行く必要があるんですね。
なので本当にコツコツやりながら、ちょっとしんどくてもあともう一踏ん張り頑張ってみようかなっていう形で、ちょっと自分に負荷をかけていく、その積み重ねによって素晴らしいバラダナティヤムを表現できるようになると信じています。一番とにかく地道に取り組み諦めないことを教えてくれたのはこのバラタナティヤムだと私は思います。本当に感謝をしています。まだまだたくさんあるんですけども、こういった理由から私はいつも練習に励んでいます。皆さんも興味がありましたらぜひバラタナティヤムご覧になって調べてみてくださいね。そして他のインド舞踊もたくさんあるので、ぜひ興味を持っていただけたら嬉しいです。そして私のこの動画にいいねやチャンネル登録もよかったらよろしくお願いします。それではまた会いましょう。 See you. Have a nice day. Bye.